チャンピオンの入場です。初戦は韓国のイウンジェに一本勝ち、このシーンです。足技から崩していって、最後は足の裏しっかりとかけて一本勝ち。先にポイントを奪われましたが、逆転の一本勝ちを収めてこの準々決勝です。自分の好きな青色の柔道着、そして足元好きな青を踏みしめながら今畳に上がりました。オリンピックチャンピオン、世界の頂へもう一度立ちたい塚田真希、ここがスタートです。相手はポーランドのサドコワスカ、世界ランキングは10位、今年グランドスラムモスクワ3位に入っている選手。オリンピックチャンピオン塚田真希の準々決勝です。ご覧の通りの相手の大きさ、190センチという手元のデータ、ポーランドのサドコワスカを相手にどういった柔道を見せてくれるでしょうか。日本の塚田真希、まず技を仕掛けてきたのはサドコワスカ、しかしここは相手にしませんでした塚田真希。さあ気合の入った塚田の表情、この試合どんな柔道を見たいですか、安野さん。そうですね、サドコワスカ選手のですね、釣り手、右手なんですけども、それをしっかりさばかないとダメですね。ここはちょっと持たれています。もう大外に来るサドコワスカ、ご覧の通りの身長差、体格差、大外に来るが、いなした、までがかかりました。やはり先に2回ぐらいもうかけられてますので、技を出さなければまた反則の指導が塚田選手に来ますので、はい、ちょっと展開を変えてほしいですね。初戦は指導が早く出てポイント劣勢でした塚田でしたが、逆転勝ちを収めてこの準々決勝です。大外に行く、安藤さん、大きい相手ですがしっかりとかければ十分ゴロンとこう転がりますね。そうですね、ただ大技ではなくてですね、まず足技で崩す、そうするとやはりもっとチャンスが出てきますね。なるほど、ここも大きいサドコワスカの大外を狙ってくる、しかししっかり背中を取るなどしてさばいて自分の形に持っていこう。今も釣り手を切って体落とし、ポイントはありません。もう今みたいに釣り手をさばいてから担ぎ技に行くっていうのはいいパターンですね。今の流れでいいですね、はい。さあ現在78キロ超級の世界ランキングをご覧いただいています。イワシチェンコがこの大会出場しています。当分は出場していません。塚田は現在世界ランキング3位、そしてこのサドコワスカは世界ランキング10位です。畳の中央での組み手の争い、日本では塚田がなかなか奥を取られるということはないんですが、そうですね、海外ではこういった大きい選手を相手にしていかなければいけません。今も大外いい感じで中手目下出ていました。でも釣り手今さばかないとダメですね。ここは切っていきました。また今コーチボックスの田辺コーチから声がかかっています。相手がもうバテてきたんではないかというような今声が飛んでいました。こちらがサドコワスカ、ポーランド世界ランキングの10位、ヨーロッパ選手権今年は2位、地元モスクワで行われたグランドスラムモスクワでは3位に入っています。両襟を持って塚田真希、徐々に自分の形になってきたか。オリンピックチャンピオン塚田真希、奥は掴まれたが、これは切らなければいけない、これは切らなければいけません。足をかけてくる左足、サドコワスカ。塚田選手はやはり戦略としてはですね、サドコワスカ選手をまずバテさせる、はい、それも一つの戦略ですし、そこから大きくチャンスが出てきますので、はい、反則を取るのも一つですし、技のポイントも取れると思いますね、はい。残り時間が間もなくあと3分というところになります。ポイントは今指導が、また塚田のみに指導です。1回戦と同じような展開、ポイントはまだ入りませんが、先に塚田のみに指導が入りました。袖釣り、この巨漢ですからなかなか背中をつける風にはいけませんが、塚田が技を出しています。もう少し足技も使ってですね、前後左右揺さぶってから大技につなげた方がポイントにつながりやすいですね。いきなり大技単発ではなくて、まずは崩してからですね、はい。少し疲れてきた表情にも見えます。サドコワスカ世界ランキングの10位、さあ釣り手を取りに行く塚田真希。オリンピックチャンピオンも現在世界ランキング3位、大外に行く、この奥は厄介だ、切った、また掴みに来る、サドコワスカ足を伸ばしてくる、しのぎたい、今度は小地狩り、攻めてくるサドコワスカ、連続攻撃です。サドコワスカ少し下がるような格好になりました塚田真希。このサドコワスカも初戦は一本勝ちで上がってきました。動きを見る限りではサドコワスカも調子は良さそうな感じですね。そうですね。
もう本当に息も上がってきてますので、これをどう塚田選手が利用して勝負していくかですね。今指導が佐渡子飛鳥にも入りました。指導は2つ目から有効のポイントとして反映されます。まだポイントは両選手入っていません。残り時間2分が見えてきました。ここからの攻防、足を出してくる佐渡子飛鳥、そして奥を伸ばしてくる、先に持ってほしいですね塚田選手、はい、前に行く、左の釣り手を取った、振って振って振って、いいよいいよいいよ、大内、そう、どうだ、払い越しに行きましたがポイントなし。アテネオリンピックの金メダリスト、しかし北京オリンピックでは涙を飲んだ、そして今年のロッテルダムでもライバル当分に完敗、まだ気持ちは振り切れていない。指導が今2つ目入りました。佐渡子飛鳥、これで塚田に有効のポイント。まだ世界の頂点を目指す、その気持ちはぶれていない塚田真希。ここで負けるわけにはいきません。また左襟を探る、押していく塚田、身長では下回る塚田が押していく、巨漢佐渡子飛鳥押していきます、得意の支え釣り込み足、待てがかかりました。佐渡子飛鳥が攻める姿勢がだいぶ弱まってきたようにも言いますが、安野さん、そうですね、また指導が来ましたね。これで3つ目、塚田に技ありのポイント、佐渡子飛鳥は前に出てきます。両奥襟を取られるか、この塚田足を絡めてくる、さばいています。塚田選手は流れ来てますから、来てますか、はい、このペースを変えないでほしいですね。この辺りは時計も見ながら時間の調整、その辺りの試合巧者っぷりは世界での歴戦の経験があります。塚田大内刈りから体落とし、払いがそれで担いでいく、190センチの佐渡子飛鳥が上に覆いかぶさります。ただポイントは塚田真希、技ありのリード、相手に指導3つが与えられています。仮にもう一つ佐渡子飛鳥に指導ということになりますと、相手の反則負け、塚田のポイント的には一本勝ちということになります。残り時間まもなく1分、佐渡子飛鳥は明らかに釣り手を取る動きが緩慢になってきた。ただまだ動いています。支え釣り込み足に行きました。塚田選手ポイントはリードしてるんですけれども、はい、気は抜けないですから、しっかりあの組み手をさばいたりとか、そこはしっかりしてほしいですね、はい、相手は長身巨漢の佐渡子飛鳥、もう佐渡子飛鳥が疲れて上に乗っかってくるような格好になります。しかし塚田はここからまだ攻めなければいけません。技ありだけでは満足しないでしょう塚田真希。相手は世界ランキングとしては下、オリンピックチャンピオンとしては全てを倒してロンドンへ向かいたい塚田、両襟から支え釣り込み、内股、そしてコーチ、佐渡子飛鳥連携、ここからどうか引き手も引いている塚田真希、形は塚田になっているか、大外、この後そして足払いに来る、20秒切りました、待て、ここで待てがかかりました。塚田に極端な防御姿勢ということで指導2つ目、佐渡子飛鳥に有効のポイント入りました。まだリードはしかし塚田、足出してほしいですね、足で技を、足から崩していけるか、もう一度払い越し、グラブ、危ない、上につく、残り時間は間もなく少なくなった、残り3秒で止まりました。ポイントリードはオリンピックチャンピオン塚田真希、息もキレキレという感じの佐渡子飛鳥、時間がありません、今試合終了、塚田真希逃げ切りました。一本こそなりませんでしたが、巨漢ポーランドの佐渡子飛鳥を退けまして、これで準決勝に駒を進めます。安野さん、はい、まあ、1本こそはなりませんでしたが、序盤は少し組み負けるようなところはありましたが、終盤はリード、試合を引っ張った感じでしたね。そうですね、ただまだ単発なところがあるんですね。ですから足技から大技につなげてほしいと思います。本来力を持ってますので、はい、つなげてほしいですね。塚田真希、次は準決勝です。